はい、ですか、ポッキーです。アンティルドーン実況プレイパート2へようこそ。前回のパートの続きなので、前回のパートを見たい方は前回のパートを見てからご視聴してください。ではやっていきましょう。1、死の夜明けまで10時間。あ、俺が本当に動かすのはこの人か。動ける？おいおい、もういる、もういる。振り返れ。早速いたんだけど。おー、なに？ハンナの大親友、サム。仲間思い、冒険家、真面目。続けよう。ねえ、誰かいるの？ケーブルカー駅への道。21時2分。行きましょう。よくわかんないんですけど、誰かにつけられている。明らかに。待って、なんかまだ変なのしちゃった。すげえ。好奇心、音声、ロマンチックとか。あ、すごい出るね。いっぱい。キャラクターの情報、細かく。OK。あ、視点変えれるんだね、一応。早歩きで行きましょう。よしよし。雪を歩く音がいい感じ。こういう音好き。あ、カラスがいる。かわいい。あたりを見渡す。光るオブジェクトを調べることができる。ほう、光ってる、なんか。取って。何なの？何？ゲートがこうやって乗り越えてきて。サスケかよ、いきなり。どうやって乗り越えんの？あ、こっちか。なんか光ってるぞ。上に登る。いけんのか？スピード重視、安全重視です。もう誰も死なさねえ。スピード重視って何？あ、しかか、危ねえ。怖っ。来るんだね、そういう系。バツ！はい。ボタン押し間違えたら死ぬみたいな。乗る。おー、怖い。三角、はい。待って。やばい、これ結構来るぞ。間違えたら死ぬとかでしょ、こっから落ちて。怖いゲームだな、なかなか。落ちるなよ。ゆっくりな。雪だから大丈夫か。なんか見られてるぞ。何、なんか息荒くない？見てるやつ。飛んだ変態に見られた気がするぞ。ゆっくり行きましょう。かわいいね、なんか後ろ姿。何？かわいい。おいで、おちぎさん。お腹すいた？ん？何？動くな。もう。え？ほらほら、大丈夫。コントローラー動かさってこと？そういうこと？ちょっとよくわかんなかった。コントローラーできる限り動かさないでしょ。オッケー。そんな動作もくんの？あ、怖い。くしゃみとかしたらどうなるんだろう、これ。かわいい、ほんとに。行こう。何だったんだろう、今のもなんかのフラグなのかな。あいつが今後俺を助けてくれるみたいなのあるのかな。ありそう。何？よしよしよし。滑るなよ、こけるなよ。いい雰囲気だな、ここマジで。何？ああ、いいじゃん。ふん。黒い蝶は夢を見た者の死を予言した。赤い蝶は危機が迫っていることを表していた。茶色は友に降りかかる悲劇を予言した。黄色の蝶は見た者にヒントや助言を与えた。白い蝶は見た者に幸運をもたらした。どういうこと？え、全部覚えられなくない？まあでも赤は危険みたいな。あ、またこれだ。またトーテムだ。ちょっとトーテム取ろう。あ、こうか。よし、 R2 で裏側を見ると、裏側を見る。オッケー。え？なに？ちょっと、ちなみに何？え？あ、こうか。よし。誰かいたな、今、明らかに。導きのトーテム、R1。黄色。全然わかんないんだけど。なんかこのトーテムを、なんか使っていけってこと？ここまで導きいったら、なんか導きいられるし、この死が、こんだけ集まってやばいことになるみたいな。だ、幸運を集めろってこと？そういうことか。なるほどね。C 個溜まっちゃったのか。狙い確実ありません。予言が的中するか否かはプレイ。R1 で集めたトール確認。さっき確認しましたね。どこに行けばいいんだよ、こっちかな。寒そうだ。あ、なんか光ってる。あぶね。見逃すとこだった。なんだなんだ。うわ、こんなところに落書きが。
去を変えることはできない。いい言葉ですね。未来しか変えられないのか俺たちは。ドラえもんがいたら変えれそうですけどね。入るか。お邪魔しまーせない。お邪魔しませないな。2回やっても無理か。3回目やったら青鬼が出てくるみたいな。ないですね。じゃあどうしろと。横側から、あ、なんかある。あ、どこに行ったのかな。バッグの中じゃないよね。え、そんな中に入るの。ジャケット中見ちゃうかな。うわ、悪いやつだ。なんかスマホに電話かかってきてない。探る。リュックを閉じる。いや、人のリュックは俺は探れないと思わせて。あ、探れないしちゃった。そう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 。ねえ、クリス、サム。おー、びっくりした。かっこいい、このキャラクター紹介。アシュリーのことが好き。バイオハザードかな。クリス、人思い、ユーモラス、理論的、論理的。続ける。あ、そうだ、バタフライ、バタフライエフェクト更新。見つけたんだ。何？それは秘密。見てのお楽しみ。来なよ、こっちだ。どこ？リュックなんか見なくてよかった。こっちこっち。驚くなかれ。もう。何？あ、自分で歩いてるけど。リュックの中見てたら確実にこいつに見つかったよね。危な。なんか光ってるよ、ここは。ここ。手がかりを発見。ねえ、これ見てよ。うん。いいね。極悪な指名手配犯に会えるかな？そう思って。絶対こいつだろ、犯人。そんな、まさかこんな誰もいないようなとこ来るわけないよ。おい、フラグ立てんなよ、お前マジで。絶対こいつフラグ建築士だ。関わりたくないな。じゃじゃん。何？どう、すごい？何が？すっごく。なんだよ、かっこいいって思わない？何がだい？かっこいいだなんて思えないんだけど、なんでそもそもここに？何が？なんで射撃場がスキー場のふもとにあるわけ？射撃場？あ、君、ジョッシュの親父さんに会ったことない？あるけど。自称凄腕ハンターさ。君もどう？うん、譲るよ、ハンターさん。よし、行くぞ。見せてくれ、ハンターさん。これ俺が撃つパターンかな。うわ、俺が撃つパターンだ。右スティックで狙いを定め、撃つと、ボン。何今の、失敗したの俺、大丈夫だよね。あそこに合わせて、ボン。うまっ。下、だんだん難しくなっていくパターンなんで、よし。FPS で鍛えた AM 力で、これ AM 力とか全然関係ないけどね。よし。親指くらいの針に糸を通すくらい、簡単に。マジかっこいい。今のは初心者のマグレってやつなんじゃないの？いや、そうじゃないんだな。まあでも本番で発揮できなかったら意味ないんだけど。よし。まあ、あの大きさと距離だったら誰だって当てられるんじゃないの？あ、さっきのやつがいる。かわいい。いや、狙うわけないじゃん、あの子。あぶねえ、なんか的があいつになってたんだけど、あの。怖すぎでしょ。ほら見ろ、命中だ。命中だ。ねえ、ハンターさん、来たよ。また蝶々が。待ってよ、いいとこなのに。ほら、クリス、ケーブルか。クリスを動かすことになった。クリス松村かな。行きましょう。ケーブルカー来たということで。あ、ちょっと、やばい、クリスが一人歩きしてる。俺の意思と反したところに。待って。これ、画面切り替わったら難しい、操作が。うん、ここに着いた瞬間、全部思い出しちゃったよ。もう一年か。あの惨劇が。よし。ケーブルカーなんで動いてんだろう。誰か動かしてんのかな。おかしいな。ドアに鍵が。ああ、それは人が入らないようにジョッシュがそうしろって。ジョッシュが、うん、人って誰？わからないけど、前に駅で寝てた人がいたって言ってた。気持ち悪い。怖っ。それは閉めた方がいいね。どうぞ。優しいね。よしよしよし、ちゃんと閉めろよ、鍵閉めろよ。 OK、 安心。もう安心。うわ、鍵って本当安心感あるよね。すごいよ、僕には絶対無理だ。
僕なんか見そう。目を離さないようにしなきゃね。耐えてるだけかもしれないし、それに光ってる。助けを求めるタイプには全然見えないしね。心と体の健康に。ここに家を建てるなんてバカ出てる。どんな金持ちでもね。金持ち？山買っただけじゃん。うん、パソコンあるぞ。使っていいのか？何？光ってる。なんだこれ？は？監視カメラか。はあ？って言ってんだけど。監視カメラ見て意味が分かんなかったようですね。それだけか。もうついてるって思ったんだけどな。待つしかないね。あ、来たね。劇場で暇を潰したくなる気持ちがなんか分かってきた。あとどれくらいだと思う？大きな山だからね。でも来てるよ。え、来てるんだけどな。景色も最高だけど、夜はまるで。おい、気づいて。眠れる巨人みたい。本にするの？え？君の詩だよ。ブラックウッドさんの眠れる巨人。うるさいな。読みたいな、その本。やっと来た、だろ。ここで一眠りでもするつもりだったけど、まあいいか。早く乗ろう、なんかいたからな。ダンスパーティーを思い出すね。出発。よし、冒険だ。あ、来てよかったのかな。え？ほら、みんなで命日に集まること。でもまあ女子はすごく喜んでるみたいだけど。あ、まあ確かにね。あんなに嬉しそうな女子は本当に久しぶりだよ。そう、よかった。彼って読めないから心配だったんだ。まあ僕はいいアイデアだと思う。みんなもそう思ってくれてるといいけど。いや、怖いよね。みんな来たじゃん。だよね、よかった。そうだ、もう事件のこと話すのやめて楽しもう。そうだね、そうだね、そうしよう。僕とジョッシュの出会いは？は？よし、3年の時、ジョッシュの席は後ろの方、僕は前。お互い存在も知らなかった。でも、うん、ジョッシュの隣のやつが前のジョッシュのスポーツブラのゴムを引っ張ったから、先生がそいつを移動させたんだ、僕の席にね。あ、そう、で？僕は後ろに移動した。それで？ジョッシュの隣に。衝撃的だろ。友情が芽生え、今に至る。ほんと衝撃的。あの時もしジーニー・シモンズに3年早く思春期が来てなくて、あの日スポーツブラが丸見えのシャツを着てなかったらどうなってたか。君は一人でこのケーブルカーに乗ってたかも。怖っ。そして違う人と喋ってたかもしれないってわけ。で、こういうの考えますよね。バタフライエフェクト。こいつが語るんだ、バタフライエフェクトのことを。いや、あるよね、そういうな。俺もゲーム実況あの時始めてなかったら、今みんなに声を聞かれてなかったかもって思うと、なんかすごいよね。お、ジェス、マイクの新しい彼女。信頼深い。無礼、自信家。もうやばいやばい、誰か来たわ。挨拶しなくちゃ。あ、知らない人なの？もしかして新しい彼女とかだったかな。挨拶するか。わあ、何なの？ジェス、おい。ジェスカ、こっちよ。ねえ、あんたたち変な発作でも起こしちゃったわけ？ここに閉じ込められたんだよ。ここから出してくれない？ねえ、お願い。R2、よし。閉じ込められたってどういうこと？助かった。死ぬかと思ったよ。あと10分経ってたら自分の足食ってたかも。そんなに？見てよ、ほら、美味しそうだろ。ここも全部筋肉だ。ああ、そうだよね。あっ、さてさてさて、これは何かな。これはびっくり。誰かさんが僕たちの親友であり、クラス委員長のマイク・モンローに恋してるみたいだぜ。クリス。そして我らがジェスは果たしてどんな妄想を思い描いてるのでしょう。続きは。どうしよう。ここら辺もう俺関係なくないか。言っちゃおう。エミリーとは別れて、今は私と。へえ、すごいな。早口に言っといた方がいい。エミリーはバイバイして私を選んだだけ。いろいろややこしい関係だね。
まあいいからさっさとロッジに向かおうよ。そろそろ自然にも飽きてきたし。そうだね。先に行ってて。他に誰か来るか。ここで少し待ってみる。やばい。マイクのこと？え？別に、その誰でも。それじゃ、サム。この景色見た？めっちゃ綺麗だな。本当綺麗じゃない？花と雪の女王みたいな。時々こうやって眺めることを忘れちゃうんだよね。本当になんでケーブルカー降りてすぐのところに立てなかったのかな。エミリー、マイクの元彼女。うわ、なんか嫌な予感するよな。知的、臨機応変、口がうまい。それだと見た目が悪いんじゃない。マット、エミリーの新しい野心家、エネルギッシュ、熱心。多分ここベルボーイもいないじゃないのよ。あ、俺が起こすのか。すげえ、いろんな人を操作するね、本当に。ああ、寒気がする。あと少しだね。そうじゃなくて不気味だってこと。ああ、怖いよね、なんかでも。またここでみんなと会うなんて変な感じ。だろ？今回は。うわ、びっくりした、マジびっくりした、マジびっくりした。何お前。おい、お前。お前。おい、マイク、お前。お前の頭をマイクにしたろうが、実況の、マジで。ふざけんな、何が知的だよ。面白い。マイク、お前らの驚いた顔見せてやりたかったね。危うく一発食らわすとこだったじゃないか。いいね。あんた本当最低。危ねえわ。なあ、おい、俺たち友達だろ。コントローラー乗り換えた。暴力は抜きにして楽しもうぜ。森の中なんだし、気味悪いし、どうせなら雰囲気楽しめばいいだろ。楽しむですって？本気？全然楽しめないわ。おかしいんじゃない？テンション上げようとしただけじゃん。プリプリすんな。何よ。その態度だよ、いつも喧嘩腰なんだから。こいつの顔面白いな。すいません。受け、いや、脅すのはないだろ。うせろマイクとか言えないわ、そんな友達に。マイク、みんなのためにも俺たちいい加減はっきりさせようぜ。ああ、うん、俺たち3人の関係複雑だけど、それをちゃんと認めて過去に流そう。いいな。そうだな。マット、いいこと言った。分かったよ。あ、賛成だ。よし、解決。解決。仲直りのキスはしないの？ああ、やだ、もう忘れてた。ああ、やだね。俺は向こうにあるケーブルカーを調べてくる。ああ、後で。じゃあな。オッケー。ああ、ばよ。いるな、こういうやつ。ちょっとアイアンマンの主人公に似てる。ねえ、これ上まで持ってってくれる？バッグを？バッグ全部。おう、なんで？サムに会いたいの。いいけど。ごめん、今すぐサムに会わないと。着く前に話さなきゃいけないことがあったのを忘れてたの。後でじゃダメなの？もう着くし。大事なことなの、マット、お願い。でも心配するよね。でも従うのも、でも一応心配する、やっぱり彼女だし。エミリー、一人でこの道を戻るのは危ないんじゃないかな。彼女だよね。本当に寒いし暗いし。そう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 、この暗さから私を守ってくれるってこと？荷物はここに置いて君についてく。あ、いいね。盗むやつもいないし。マット、あなた正気？私を5分も一人にしとけないの？私子供じゃないのよ。だからそうじゃなくて、私の言うこと聞けばいいのに、どうしていちいち何でも口出してるの？ごめん、そのただ力になりたくてさ。力になりたいって思うんなら、できるだけ早く荷物を上まで全部運んでよ。なんかあるな、これ絶対。エミリー、わかった、いいよ。ああ、降りちゃった。ありがとう。サムと会ったらすぐに行くから。じゃあな。絶対嘘だよ、この女の人。ここで別れてしまったけど、何？何が見えるんだ一体。あ、知る。あ、クリスのことが好き。さっきの一緒にケーブルカー乗った人が好きって言ってた人か。おこれで見れると。なんか映ったら嫌なんだけど、こんな。何を見てんのこれ一体。なんか映りそうじゃ、誰かいるぞ。あれ、ケーブルカーのところか。待ってんのか。
え、怖い怖い怖い、映らない、何、あ、ちょっとあれ、なんだか親密になっちゃってる、全然友達って感じじゃないよね、やっぱりか、衝撃の別れは期限付きってやつかな、あいつら許せねえ、ナイス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 、うわっ、お前、お前マジ、いやごめん、悪かったよ、ビビらせるつもりはなかった、お前マジ、何よもう、マット、ちょっとビビっては欲しかったけど、何このゲーム、マジで怖がるとはね、もうひどい、ひどすぎる、そのごめん、本当にごめん、いいのもう平気、何見てんの、面白いもの見つけた、あー見せて、いや見るな、お前は見るな、お前見たらダメだ、嘘つく、あーダメ、それ壊れちゃってるし、面白いものもないし、ややこしくしたくないあまり、そう、クマがキツネを食ってるとことか絶対見れるって、これ大人の嘘ってやつ、ダメ、どうしようダメ、本当よマット、見るだけ無駄、なんか覗いてたら頭痛がしたし、 そのほら吐き気もしたし、まあ、君が手も怪我したし、うん、足も落ちたわ、行きましょう、なんか物語が本当ややこしいね、恋愛関係、本当に怖いのは人間だったとかいうオチなんじゃない、一人で待つのどうなの、携帯を見る、本を読む、携帯を見よう、ここはツイッター確認しよう、なになに、よくもやったわね、手を挙げて降参しろ、お前は包囲されている、私には逆らえません、たくましい兵隊さんに身を委ねるしか、私のようなか弱い女には選択肢が残されていないのですわ、雪をつかむ、ダッシュする、え、ダッシュしたら危ないから雪をつかんどこ、ダッシュした先に絶対何か間違えてるから、俺は本当誰一人死なせないから、それは反応に困るな、おいダッシュしたんかい、結局、うお、行くよ、うら、あ、面白いこれ、雪合戦のゲームはだけでいいなこれ、どこに隠れてるんだい、おちびちゃん、超イチャイチャしてんじゃんこいつら、よし、あ、簡単簡単、おい、あぶれ、やった、よし、これボタン配置覚えとかないとダメだな、なにこいつ、なんかフラグ、もしもし、どうしたの、おお。ねえマーク、ほら、よし、やられたよ、こいつ弱くね、いいよ、危ない危ないよ、もうどんな行動しても危ないようにしか見えない、何もしないという選択肢をすることも可能、ああ。隠れてられないよ、全部お見通しだから、ああ、なるほどね、こいつに当てることもできるけど当てないこともできると、当てないです僕は、当然だ、動物に危害を加えない、そしてお前には全力で投げる、ああ見つけてやるぞジェス、そしたらもうやめ、そうかそうか、ダメだね、ボコボコにしてやる、なんかボコボコされるんじゃね、捕まえた、なんだよこれ、ふざけんなよマジで、じゃあ私の負け、うん、どうだかな、ねえ分かってるんでしょ、うん、そうか、これで私の勝ちってことね、相手として不足ない、雪玉の女王様、なんかちょっとやらしい響きじゃない、やめてくれよ本当に、皆さんが望んでる方を僕はします、わお、後に取っとかなくて大丈夫、弾は無限さ、何言ってんだこいつ、そろそろ行こうぜ、そうね、でもこうしてると楽しいな、何言ってんだお前、飲むほど、ここにいてもいいんだけどね、もしずっとイチャイチャしてられるんならね、イチャイチャだけ鍵カッコつきで、そうだな、そのカッコつきの最中に私たち凍え死んじゃうかもだな、何言ってんだ、誰が来んの？ね、誰が来んの？あー、ちゃんと知り合いか。よかったよかったよかった。これでなんか鬼みたいなやつが乗ってきたら怖いからな。お、またこれだ。
会えて嬉しいよ。全然。今日の気分はどうだい？最悪。よし。はい。前回話してからいい仲間に囲まれて過ごすことはできたかな？できたね、結構。楽しかった。キスもめでたし。今回は、うん。君の不安の原点を探っていくことにしようか。うん、本を手に取ってページをめくって、はい、絵やシンボルがいくつか見えるから、それぞれのグループのうちどのイメージが一番君を不安にさせるか教えてほしい、うん、不安にさせるか。不安のことを聞くね。なんで俺この手袋してんの？男性が怖い、女性が怖い。え、待って、え、どっちかっていうと、え、待って、でもね、男だから俺、男のことは分かってるんだよ、大体。だから女性の方が怖いかもしんない。うん、女性あんま知らないからね。未知はやっぱ怖いじゃん。めくろう。何これ。飛行機が怖い。群衆が怖い。群衆に決まってんだろ。コミュ障だ、俺は。人混みあんまり好きじゃないです。何これ。溺れるのが怖い。高所が怖い。いや、どうだろう。どっちも超怖いな。でもなんか、難しい、これ。溺れるのか怖いかな、やっぱり。ジェットコースターとか好きだからね、なんだかんだ俺。で、昔は高所超嫌いだったけどね。ネズミが怖い、ヘビが怖い。いや、ヘビです。もちろん。これは迷わずいけたね。死にテストだね、完全に。今のカットなんだよ。なんであいつを一瞬見せたんだよ。どういうことだよ。銃が怖い、ナイフが怖い。どっちも突きつけられたことはないからな。両方正直ゲームの中でしか使ったことないから、いまいち怖さわかんないけど、やっぱり飛び道具が怖いよね。だって、離れてるとこからいきなり撃たれることあるからね。銃はやっぱり。その分まだ銃の方が怖いかもしんない。これ怖い方でやられるとかじゃないよね、まさか。ゴキブリが怖い、ヘビが怖い。ゴキブリは怖いっていうか、気持ちが悪い。だからヘビの方が怖い。ゴキブリファンの方ごめんなさい。もうこの絵も見たくないもん。だからなんだよこのカット。いるのかよ今のカット。何これ。ピエロが怖い、カカシが怖い。いや、カカシが怖い。俺カカシ推ししていくから。カカシ怖い推ししていくから。うん、何これ。人造は気持ち造物は気持ち悪い。カラスが怖い。どういうこと。でも俺カラスにね、一回ね、もう超ギリギリのところに糞を落とされたことあったんだよ。でもね、動物は気持ち悪い。おお、ない。お前驚いたかな。すまない、はい、驚いた。君はよくやってるよ。ありがとう。緊張しないで。はい、はい、少しだけメタロノーム。ペースを上げよう。直感に任せれば任せるほど。ああ、ごめんなさい。君の答えは正直な。遅かったんだね。発見できるものも有意義になる。はい、あ、すいません。遅かったと言われました、今。うん、遠回しに。蛇が怖いです。よし。もう即行くよ。俺の話とかどうでもいいっていうことだね。視聴者さんにもそう言われた気がするわ。針が怖い。針怖い。注射とかすごい怖いわ。いまだに。よし、めくって。何このカット。このカットいらないよ。ゾンビが怖い、カカシ。あ、もうゾンビ友達。うん。カカシが怖い。ひたすら。即行くよ。何これ、犬が怖い。犬は可愛い。野良犬じゃなければ。ワンちゃん飼ってますしね。針が怖いです。何これ。嵐が怖い。針が怖い。まあ、家出ないからな。嵐なんて怖くない。針が怖い、俺は。うん。ね、雷が落ちてきたら怖いな。何？実に面白い。おう。ガリレオかい、お前は。答えてくれて。ありがとう。あ、はい、どういたしまして。ヘビ、うん、カカシ、ほう、ハリ、ほう、これ全部出てくるんじゃない。変わった組み合わせだ。素敵な週末にぴったりだよ。ありがとうございます。これ絶対出てくるじゃん、これ。俺が怖いって言ったやつ。あー、まったく残念ながら今日もまた時間切れだが、最悪だ。また近々話そう。この心理テストがゲームになるんだ。その人に会った怖さになるみたいな。うわ、もう最悪だこのゲーム。ド M 専用だ。マジか。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。アンティルドーン実況プレイパート2。いや本当に次回楽しみですよね。もし次回も良ければ見ていってください。ということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。